はい、こんばんは、ヒロです。ボーダーランズ、3ですね。ウェインライトと、ハマーロックの特攻式ということで、やっていきましょう。2回目エンパワードスカラー、前回全然倒せなかったけど、一風本体倒せばいいのか、繋がってるやつを倒せばいいのか。しかももしかして、もしかして繋がってるやつとさ、こうしたらこう長弾で本体入ってるのかもしれない。つまり結局やべ、いい感じ。あれ、さあ、来んなっちゅう、マジムカつく。本体の方がダメージ出る？くんなっちゅうな。本体が速くて見えない。冗談でダメージ与えるんだったら、こいつは周りはショックにして冗談を炎にした方が見やすいか。あ、濃いな、濃いぞ。その作戦でいくか。冗談を炎にするっていうね。あ、結構いいじゃん。商談を炎にさせる作戦いけるじゃん。だからこいつはいらん。いいのかな。来んな。弾切れ。ちょっと間に合って。危ねえ。
間に合った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 、ちょっと無理や、どこか、これはさ、こうやって、あとこっちに登ればいいのかな？したら、こうなんじゃん？で、来い。到着。ここだ。繋がってるやつだな、どこだ、あっちか、ちょ、動くな、やめてくんな、やべ、あのクズ肉を連れて、どこ行った、今度は何だ、リラックスしなって、やめて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 、どこ行った、どこ行った、ちょ、ちょっと待って、あいた、クズナッツ、クズになってば、あ、どうなってんの、待って、あっぶね、全然変ないじゃないか、ほんと減らねえ、減らないし、自爆壊れちゃう、怖いし、おっ、ちょ、時間の無駄っていうかさ、こいつと戦うことか、俺の時間の無駄じゃねえの、クズになってば、あれ、クズになってばだから、
どこに行くか。凍った時計を見ろ、貴様の死ぬ。体中を巡ってる。こいつ自体はさ、あんま食らなくてもスカラーと相談してくれれば。ちょっとだね、次はあっち。おっと、行きしま、行きしま。見つけの動画はもう一個。やべ、アサルトライフもない。え、これで。どこに来た。やべえやべえ、ね、やべえ。ちょ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 、ごめん、もう弾が全然ないんだけど。やめてやめてやめて。ちょ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 、何食らったのか分かんないけど。ちょっとマジでマジで弾が足んねえ。どうしようかな、じゃあ。一回ちょっとメイヒム探してみる。それは逃げたって。いや、あれは無理でしょう。メイヒムモードオフ。ただ即死したら結構ドン引きだよね。でもまあ弾が足んなくなるからな。これどっから。あ、こっからでいいのね。待って、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って待って、意外とね、意外とそうかも。え、ちょっと待って、意外と本当に即死。
え、そんなもん。本当にそんな感じ？メイヘムの問題？痛い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 。え、本当にメイヘムの問題？あれ、危ねえ。俺落ちてない。これどこにいるんだ？か。あっちに投入するじゃないんだけど。え、メイヘムの問題？待って、これ、もう足場じゃ、どうするな。向こうにも飛ぶつなぎ無理？あ、でも、行けそう。危ねえ。で？もう、回復しまくっちゃったんだよね。あ、でも別に。遠い。一瞬じゃん。どこ行ったマリちゃん。そしたら、そして名前がさ、マリちゃんの名前がさ、マレチに変わってるというか、マレチが通常の名前なの。どこ行った。待って、あ、もう向こう行ったのね。ここから落ちてるの？さあ、なんでか知んないけど、なんだよ。え、そんなもん。出て。もう別に。あっちもさ、これ投げときますか。全部飛ばしてくれない？そんな感じ？あんだけ苦労したのがメイヘムの問題？そんなもんなの？出てくるもの注視せよ。攻撃相手に追尾スパイクを発射する。じゃあそれで。なんだろうな。このやりすぎた感はなんだ。とりあえず謝ればいい。本当ごめんなさい。出れないじゃんね、これね。オンにします。そういうことか。なんだ、今まで黒7だったんだ。まあね、10倍以上の体力ある計算だもんね。そしたら、これにしてみようか。
ブラックホールとかノバとかもついてるけど大丈夫か。なんだろう、そこそこドン引きだよね申し訳ないな。これは渡れたりするの？向こうからのみ？どんなモップになってんの？いける感じ？いけない、いけない。金は減る。帰り道かな。帰り道ってもうこっちに帰られたもんな。釣れんじゃない、やっぱり頑張れば。この辺にプレゼントがあるはずよ、探してみて。え、プレゼントどこよ。あ、あの上。あ、それクレイのね。この間初めて会ったんだけど、クールな人よね。いい声してるし。それはそうと、そうね、いいじゃん別に。その辺を探してくれ、何か見つかるかもしれない。その辺、その辺、あれかな、これじゃなくてまあいいや。じゃあそれよりもこっちが。領事はお客様のあらゆる望みを叶えます。データ3プレイヤーならございますよこちらへお戻りください。隠された秘密を暴くとしましょう。はい、俺が手伝えるのはここまでだ。時間ができたらまた寄ってくれるか。仕事を頼みたい。それに一人ってのは寂しいしな。アクションスキルオーギメントが発動する。建設攻撃ね、使わないからな。多分ね、一番引いてるの俺自身な気がするよ。な、そこの君、ジョークを聞いていかないか。枝からどんどん出てくるのさ飛び魚以外に空を飛ぶ魚といえば、飛びます、飛びます。ツッコミすらできないわツッコミすらできないわ。なんだろうな、一回一回じゃあまあいいや。どこだっけ、どこに行くの。ロッジか。もう仕切り直したいわ本当。メイヘムなければあんなに分かんない、武器がもう強い武器だからかもしれないけどさ、そんなにさあるか。まあいろいろやり直したいわ。あ、でも5のままじゃ歯が立たないのは
まあ間違いないからいいんだけどさ、よくはないか。まあいいや、では今回ここまでしましょう。お帰りなさいませ、我が見苦しきあばら屋へ。私はこちらです。そう、もちろんカウンターの方です。どういうこと、他にもいるってこと。まあいいや、ここまでしましょう。ご視聴ありがとうございました。ヒーローでした。バイバイ。